はい、というわけでやり直します。これあれですね、うん、大学生みたいですね。ふい、おお、将来性、うわー、これは痛い。あ、いたたたたた、うわー、おお、おお、23いいですね。あはは、うわ、30ぐらいかな。これはここ、これみたいです。やったー、あ、怖い。おお、いや、これどっちも外れっすわ。よかったね。あらあら、あとは、あとはなんかないみたいですね、うん、美人なお姉さんかけてみよう。えいや、お、ありあり、うほほほい、あー、おお、遊びたいです。行きましょう。おお、やったー、うん、やったね。カンジ君どうだった？いや、うまくいかねっす。あ、いや、そうだよな。そういや、電話してくれって女から番号渡されたんすけど。おお、これも数に入るんすかね。逆なんか、なんて誘われたわけ。おお、1時間いくらって話っすけど、なんなんすかね。あ、なんなんすかねじゃねえよ、そんなの数に入れんな。完全にそれって。お前はどうだ、なんかゲットできた？イエイ、さすがだな。それって携帯番号？イエイ。どんな子だった？とにかくかけてみろよ。おお。ね、ね、な。なんか言うんすか。で、かけるんすよね。ね、ね。お前。おお。出た。やっぱ本物だぜこの人。おお。ああ、もしもし。でしょうね。おお。おい、てめえだな。殺すぞクソガキが。ちょ。他人の女に手出しやがって。一生立てなくしてやんぞくれ。二度とかけてくんじゃねえ。わかったな。でしょうな。声でけー。
マジっすか。いや、こんなこともあるよな。しゃあない。よし、次はラスト、俺の番だな。花村先輩も行けたんすか。おお。当たり前だろ、番号1個ゲットしました。さすがっす。やるね。いや苦労したわ、すっげー生かしたお姉さんでさ。おお。ちょっと背伸びしちったかな、大人の色気っていうかさ。うんうん。早速かけてみっか、期待しとけよ。もしもし、俺っす、わかります？花村くん。ちょ、うーす、バイクデートの彼です。いや嬉しいな。あれ、でも俺の名前なんで言いましたっけ。あ、これなんでってわかるわよ、同じ学校だもの。これあいつだ。同じ学校なはずないっしょ。だってお姉さん、つーかその声、大谷花子に決まってるじゃない。出た。あんた、あたしの番号を調べたわけ。やっべえ、完全にやっべえ。番号間違えたか。は、もう一回。もしもし、俺っす、わかる？この BGM である。わかるって言ってるじゃない。そんなに私とデートしたいの？グハ。なんすか今の、地面の底から響くみてえな、王冠が走るみてえな。間違ってない。忘れろ、悪いことは言わない。この番号は危ない、知らない方が身のためなんだ。あら、あんたたち、ホラーじゃねえか。大谷さん、なんでここに。この BGM である。私、田舎が似合わない女でしょ。散歩してたら突然電話よ。うわ、ほんと強引よね、バイクデートか。ま、あんたがそこまで言うなら付き合ってあげるわ。お前バイク乗れんだろうが。ちょ、待って。うわ、俺のバイク。何よ、このバイク壊れてるじゃない。あたしを誘いたいなら、もう少し頑張らなきゃね。ああ。いい女を独り占めするにはそれなりの努力が必要なんだから。大破した。呪いか、何かの呪いなのか。ダメだ、もはや俺には帰りの足さえねえ。ああ、先輩、あんた精一杯戦ったぜ、俺感動したっす。お、俺のケツに乗ってください、家までバッチリ送りますよ。幹事くん。おお、密着。やめえや。わかったぜ、これが密着計画のすべてなんすね。わかんな、怖えんだよ。つか、チャリも二血違法だよ。いい、もういいんだ、早くこの苦行を終わらせてくれ。陽介くん、これは悲しい。せっかくバイク買ったのにね。ナナちゃん、ただいま。お、ありがとう。うん、3枚、
もう3枚溜まったかな。あれってどういう効果だったっけか。戦闘不能状態。おお、最強じゃねえかこれ。それでセーブ。いやー陽介くんオツである。うん、あ、いや違う、今日はナナちゃんでいいんだ。危ねえ危ねえ。やっほー。ね、うん、あそんなことを。大丈夫か。おお、うん、はい、うん、お願いします。せやな。お？ああ、これは悲しすぎる。くそ。わからん。ふう。今年はね、多いよな、確かに。今年はっていうか。まあ、その去年を知らんわけだが、俺は。違うんだよ。この辺はな。でもこんなちっちゃい子がね、家で一人で留守番っつうのはね。道島さんもやるせないんだろうな。うん、おお、ええで。おやすみなさい。おやすみ。いやー、あけちゃんいいね、やっぱ。うん、奈々子ちゃんの声、あけちゃんでよかったわ。あら、あ、ゆっこさん、おはようございます。せやな。うん、おお、いいね。楽しみですわ。うん、あれって何入ってたっけ。おお、ちえちゃんの夏服いいね。人参、じゃがいも、玉ねぎ、ピーマン、舞茸に、ふきのとう。うん、吹きの塔と吹きって一緒？ああ。カレーでいいよね。人気ナンバーワンの国民食。間違いねえ。昨日も俺食ってた。ラーメンとカレーで迷ったんだけど、ラーメンじゃちょっと浮くと思って。確かに。花村とかどんな子が好きかね。おお。あいつ細かく文句とか言いそうだし。上の階に行ったんだっけ、聞いてくる。うん、そこまではいいよ。それになんか準備があるって言ってたし。ああ、ね。うん、ねえ知恵、カレーに片栗粉って使うよね。うーイエイん、
そりゃ使うんじゃん。何を作るつもりなんですか。使わないととろみつかないよね。わあ。じゃあ片栗粉と小麦粉もいるかな。何を作るつもりなの。小麦粉ってあれでしょ、薄力粉と強力粉、どっちだろう。何を言っているんだ。強い方がいいよ、男の子いるし。じゃあそれと、あった。やっぱいいな、スリーとやっぱね、こういうところが違うよね。うん、ほのぼの系なんだよね、フォーは。唐辛子、辛くないとカレーじゃないよね。なんという飯まず嫁じゃねえか、典型的な。いいや、もうらしいものを何でも買ってこ。めんどくさくなってきて。いや、飯まず嫁すごいっすよね。だってなんかご飯を洗剤で洗うとかね、そういうのもあるみたいだからね、死ぬわ。ならキムチも買ってかない、あと胡椒。すごいな。胡椒は白と黒があるよ。お、さすが旅館の娘、とりあえず両方買おうか。そうだ、隠し味もいるよね。そういや、テレビで言ってたな、確かチョコ、コーヒー、ヨーグルト。ヨーグルトはね、うまいよ。うん、私好きなチョコあるんだった。あ、けど私コーヒー苦手だからコーヒー牛乳でいいよね。ああ、魚介も混ぜる、きっといい出汁が出るよ。ゆきちゃん、ゆきちゃん、弁当の、この間の弁当のあれをちょっと思い出してくれる。飯まず嫁のね、タイトルが面白いんだよね。隠し味が隠れてねえっていうのが。入ってきたか。あれ好きなんだよな。おどうす。いや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 、なんか大変なことになりそうですね。よし、今日であれですね、完結と完結させますよ。でててん、あ、完結じゃねえけど3回目。はい、うん、ふんふん、また今度と。さてと、林間が始まりましたよ。ということで、ちょっと早いかな。でも、まあ、林間はまとめたいんで、一旦ここで切ります。